感じでした。どうも。うわ、これタピオカ、これかき氷、これかき氷か、これいつもより少ない気がするな。ちゃんと屋台出てるけど、いつもより人めちゃめちゃ少ないですね。多分2年連続ぐらいね、コロナの影響でやってなかったんですよ。だから やってるって思ってる人も少ないかも。イカ焼きうまそうだね。マヨネーズとかもつけれるんだ。うん、すごい菜の花の匂いがすげえ。菜の花畑ですよ。菜の花と桜っすよ。桜まだ咲いてないけど、もつ煮込みアクアチ大将なんだ。いつもよりめちゃめちゃ人少ない。3年前ぐらいに来たけど、もっと人いたもん。何これ、チューチュープリンって何これ。チューチュープリン、めっちゃ人少ないな、いつもより。いやでもね、もう飯食った後なんでそんな腹減ってないんで。あ、かき氷ある。かき氷食いたいですね。でも寒くなっちゃうかな。上着着てくればよかったな。上着着てこないと寒いかも、かき氷とか食ったら。鮎の塩焼き、なんか食べて。いや、お腹いっぱいっすから。全然お腹空いてないっすよ。肩抜きとかないんじゃない。なんかもうあとくじとかもないね。なんかくじってさ、光の影響でさ、一時結構なくなったけどさ、また普通にあったりするよね。あ、ここで終わりだね。ここで終わりや。かき氷あっち500円なのにこっち300円だ。あっち500円だったのにこっち300円や。絶対こっちの方がいいやん。仮に量がこっちの方が少なくてもそんな量いらないし、絶対こっちの方がいいやん。うわ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 、ちょっと寒いかもな。かき氷食ったらどうしよう。大丈夫かな、いけるかな。かき氷、かき氷食べようかな。かき氷食べるか。どうしよう。どうしよっか。でもいっかな、寒くなりそうだもんな。
なんか来てもやることないね。なんかもうぶっちゃけさ、あ、ちっちゃいワンちゃん。ぶっちゃけなんかもうあんまり、ちっちゃい頃ってなんか祭り来てなんかワクワクしたけど、大人になってから祭り来てもそこまでなんか楽しいポイントがないっていうか。子供の頃ってさ、9時とかやってるだけで面白かったのに、なんかもう今9時なんかやったところでもう当たり入ってないっていうのが分かっちゃってるし、あと別に欲しいもんもないしね。すげえ菜の花の匂いが。熊谷ならタピオカジュース買おう。駅近くにできた。え、タピオカ店ってもうなくなったんじゃないの？あれ潰れたんじゃない？またできたんすか？あれ速攻潰れてたじゃん。また新しくできたのあれ。そう、なんか金八先生に出てきそうな感じの丘みたいな。あ、ちなみにこれ桜の木なんですけど全然咲いてないですよね、まだ。全然つぼみっすよこれ。桜は全然咲いてないね。すごいね、菜の花と桜のコラボレーションだからね。桜まだ咲いてないけど、すごいっすよ菜の花畑が。タピオカ屋多分潰れてるでしょ、もうとっくに。ないっすよ。でも別にお腹いっぱいだし、お腹いっぱいだしさ。なんか小さい頃さ、祭りの楽しみとかいっぱいあったのに、大人になってなんか冷めた考えになってから、祭り来ても正直どうやって楽しむのみたいな。どうやって楽しめばいいんですか。いや、食べるのを買うのはいいですよ。なんか冷めちゃうと美味しくないですよ。でもこんなのだってさ、焼きそばとかたこ焼きとか唐揚げとかさ、こんなの絶対冷めたら美味しくないからね。しかもこういうとこさ、すげえ割高じゃないですか。普通に考えてさ、高いよねこういうところ。でもさ、2年、3年前ぐらいかな、3年前ぐらいはめちゃめちゃ人いたのに、これ商売上がったりだよね。ほんとコロナの影響だよこれ。2年ぐらい本当にやってなかったから、今年やってるっての気づいてない人も多分多いと思うし、もっとめちゃめちゃ人いたもん。3年前とかもっと人いましたよ。めっちゃ全然いないやん、花が咲いてないから。それもあるかもしれん。そっか、まだ早いからか。まだ花が咲いてないからってのは確かにあるかもしれん。
それもあるな。確かにちょっと早い、ちょっとってか全然早いね。全然咲いてないやなってこれ。ちょっとここが気持ちなんか咲き始めてきてるぐらい。これ全然咲いてないもんね。全然咲いてないよ。一部咲きですらないレベル。4月上旬ぐらいなんじゃない咲くの。いや下手したら中旬になっちゃうかもね。よっ、どうやって楽しむのか分かんない祭りを。あ、やべ、トイレ。なんかさ、最近楽しいなって思えることマジで何もないよ。なんかなんか本当に楽しみがなくなった。マジで楽しみがない。女いればって言われて、女いたとこでなんかそんな楽しみない気がする。なんかねマジで本当楽しみがないわ。だってさ、もう別に女の子と一緒に飯食っても全然面白くないもん。なんか飯食ってさ、なんか全然面白くない本当に。なんかすげえ冷めてきたわ。なんも面白くないで、一緒に飯食ったから何なのみたいな。もう飽きた。最初から面白くないのは気のせい。俺最初から面白くないのは気のせいですか。飽きる前に最初から面白くないのは気のせいかな。
ることない、お腹もいっぱいだしさ、もう飯も食えんし、もう何のために来たのかなみたいな、花も咲いてないし、一言コメント変えよう。すげえパワーアップ。でもきっといい、いい、なんだ、エモい感が出てるじゃん。アプリ効果だね。あー、なんか何やっても面白くない。私は本当にさ、ゲームとかやってるだけで面白かったのにな。なんかもう何やっても面白くないわ。本当に面白くない、何やっても。したらええやろ。菜の花の匂いがすごいわ。
ワンちゃんが俺に吠えたわけじゃないからね、俺に吠えたわけじゃないから。そうか、犬を飼ったら変わるかもな。ゴールデン、でっかいゴールデンレトリバーが欲しいな。メスの超でっかくて可愛いゴールデンレトリバーにエナコって名前つけて飼いたいな。天国みたいだね。てかすごいよ、俺マスクしててもマスク越しにさ、めちゃめちゃこの菜の花の匂いがえぐいわ。すげえ菜の花の匂いする。肖像権侵害やろ。テレビだろうがさ、生放送だろうがさ、 YouTuber だろうがさ、いくらでもさ、こんな別に背景のさ一部として映してる人なんかいっぱいいるのにさ、しかもなんだったら今菜の花しか映してないのに、自分と菜の花しか映してないのに肖像権侵害なんてどういうことやねん。じゃあお前もテレビ局に一回一回言うのか。じゃあ明らかに許可取ってない一般人映してる時あるじゃん、それに肖像権侵害やめろとお前いちいちクレームすんのか。しないだろう。どんだけイチャモンだよ。影映ったとか気違いかよ。どんだけあれだよ、イチャモンだよ。テレビと一緒に住んだ。なんで？じゃあなんでテレビは良くてネットの配信はダメなの？なんでテレビは良くてネットの配信はダメなの？具体的に法的に答えてください。法的に根拠があるって言ってるんでしょ？まさかあなたの感想じゃないですよね。法的になんか根拠あるんですか？
テレビ局には報道の自由が保障されている。いや別にテレビ局以外、あ、テレビ局のみってことはないと思うんですけど、報道の自由って別にテレビ局のみじゃないと思うし、テレビ局の特権じゃないし、あと何だったら報道番組以外の、じゃあ、 普通の例えば何だろう、芸能人のさ、例えばぶらり途中下車の旅とかで別に報道番組じゃないと思うんですけど、例えばああいうのってどうなるんですか。例えばですけど、ああいうのどうなるんですか。ちっちゃい子がいる。なんかさ、男がさ、多分中学生ぐらいだと思うんだけど、中学生ぐらい の男が5人組ぐらいでリンゴ飴持ちながらすげえ笑顔で楽しそうに話してるのよ。でも笑顔になるってことは多分楽しいってことだと思うんだけど、まあ楽しくなきゃなかなか笑顔には繋がらないじゃないですか。なんかもう本当俺楽しみ方マジで忘れちゃったかもしれない。俺も昔友達となんかさ祭り来てなんか楽しかったもん。なんかバイバイゴミ。飴食べてる。リンゴ飴食べたらなんか楽しくなるかな。いやでもリンゴ飴ってあんま美味しくなくないか。見た目うまそうだけどさ、なんか食いにくいし、あとさ、なんかリンゴ飴の中のリンゴって超ぐじゅぐじゅでさ、超まずくないあれ。一回ね、すっごいうまいリンゴ飴食ったことあるよ。なんかね、リンゴ飴の中のリンゴのとこがめっちゃシャキシャキなのよ、リンゴ飴なんだけど、中がちゃんとシャキシャキしてるやつ、まあ、こんな多分出店のやつなんで、だいたいぐじぐじやん、中、ちゃんとシャキシャキして美味しいやつ食ったことある。なんかそこそこ有名なリンゴ飴のとこらしいんだけど、
なんかさ、でもさ、食べることが楽しいってさ、なんかもうどうなんだろう。もうなんか食べるってただの本能じゃないですか。本当悪口みたいなやつでもコメントある分マシなんやな。本当にコメントが硬直すると本当にマジでなんだこれってなる。コメントないとマジやばいわ。生きてる心地がしない。イベント2位。あ、本当だ。何気にデイリー2位になってるこの桜のやつ。マジかよ。そのまさに電話はいいよ。
あのモンスターはもういいでしょ。海老蔵と小林麻也のやり合いがめっちゃ面白い。あー、なんか詳しく知らないけど、なんかヤフートップで見たわ。マヤ、あれ亡くなった方じゃない方だか、マオ、亡くなった方が、奥さんの方がマオだっけ。なんかよくわかんないけど、何でしたっけ、あの海老蔵って小林、マヤだっけ、多分マヤかな、と結婚して、で小林マヤさんが亡くなって、でなんだっけ、なんかそのまあ今だから独身になったわけじゃない。でなんかなんだっけな、ヤフートップって見たんだけど、あとガーシーチャンネルみたいなね見たんだっけな、 なんで見たか覚えてないけど、あとヤフートップとかで見たけどさ、なんだっけな、会えないでしょ。なんかあのツイッターの DM とかでやり取りしたなんか複数の女と遊びまくってたとかなんとかっていう、なんか暴露みたいなされてたんだよね。わかんないけど、まあでもそこしか見てないから、その詳しく見てないのよ。詳しい概要というか、ちゃんとしっかり見てないんだけど、まあでもそこまで叩かれることなのかなみたいな。いや、わかんないけど、いや、あのもっとね詳しく聞いたら、あ、それはちょっと確かに叩かれるよねっていう要素があるのか知らんけど。え、だってさ、まあ一応さ、なんだ、その奥さん亡くなっても今要するに独身なわけじゃん。いや、わかるよ、わかるけど、なんかそのなんかツイッターでこう、なんかツイッターでさ、まあ要するに自分のファンみたいなのを食ってるみたいなイメージなんだろうけど、まあでもそこってまあ別にもう奥さんがいないし、まあそこは自由っちゃ自由なわけじゃん。まあわかる、でもみんなのね言いたい気持ちもわかるけどね。いや、さ、結婚しててさ、そういうふうにしてたらもうそれはもうダメになるけど、不倫になっちゃうけど、もう亡くなって一応相手もいないわけやん。いや、いつまでも別に独り身でいなきゃいけないっていう決まりもないし、新しい出会いを求めるのもその人の自由だと思うし、まあ、それに亡くなってからもうそれない時間経ってないだって、いや、まあなんか知らない、まあ、ただそこの情報しか知らんから、他になんか結構えぐいようなやり方してたのか知らないけど、奴隷みたいなだった、奴隷みたい、うん、え、何、亡くなった後の話じゃないのそれ。え、何、その結婚してまだマヤさんが生きてた時もそんな感じだったってこと、うん、いや正直さ、だって亡くなった後だったら、それなんでそんなみんなが叩くかっていう、それが意味わかんないですよね。まあ意味わかんないっていうか、まあわかんなくはないけど、それ自由じゃねみたいな、うん、あ、この人うざいんでブロック。よいしょ、はい、ブロックお疲れさん。なんでそんな叩かれる感じなの。なんでそんな、なんかそういう叩かれる要素があったんですか、わかんないですけど、いや、警察が来たら、あの別にいなくなりますよ、ここから。もう警察がもし来たら、ここからいなくなりますけど、何か。
だってさ、俺なんてさ、住所も氏名も名前も声も顔もバレてるんだからさ、本当に俺がね、警察呼ばれて、で本当になんかなんかの罪に問われるぐらいのことやってるんだったら、もう俺を普通に逮捕しに来ますよね。だから別に俺ここ立ち去っても問題ないんですよ。なんでかっていうと別に俺家に帰るだけだし、まあ、本当に俺がガチの犯罪何かしら の刑事罰に問われるようなレベルのことしてるんだったら、別に俺ここ立ち去っても警察って俺ん家に来て、まあ、俺を多分逮捕しに来ると思うので、別にここ逃げるのは言われてもね、立ち去っても問題ないと思うんですけど。あ、匿名の方ありがとうございます。クマシャーです、ありがとうございます。思いません、なんかちょっと頭悪いっすよね。なんか俺がさ、だってそうですよ、なんかしらさ、処罰受けるレベルのことやってるんだったら、もう住所だってなんだって分かってんだからさ、ガラス張りなんだからこっちはって、そりゃ警察はうちに来てまで逮捕状とかね、令状持ってくるんじゃないですか俺。まあそんなことはないでしょうけどね、だってそんなことしてないっすもん。だから別に逃げるなの意味が分かんないですよね。逆に逃げる気もないし、逃げる気もないから俺自宅帰るんだし、ね、逃げる気がないからもうみんながネット調べれば出てくる、関心吾住所って調べれば出てくる実家に帰るだけなんで、逃げる気があったらそもそも実家帰んねえから。逃げる気があったら実家帰んねえよ。もっと海外でもどっかでも逃亡するわ。ねえ、54号消えたから、こばかりは。あ、54号ってさっきのブロックされたやつなんだね。確かに今ねブロックしたんですよ。ブロックしたら54号いなくなったね。確かに54号はブロックしてないんですよ。名前を出しちゃったやつをブロックしたの、うざい名前のやつ。ちなみに1人しかブロックしてないから、今この枠で1人しかブロックしてないから。そしたら54号がいなくなったってことは、今までタヌキをつけ、タヌキの葉っぱをつけてやってたってことだね。すげえアホだよね、めっちゃ炙り出しやん。確かに54号すげえしつこくさ粘着してたからさ、すごいアホだよね。超バカやん。完全な炙り出しっすよ。超絶ハイパー論破だからね。お前逃げるなよってさ、お前逃げるなよって、本気で逃げるんだったら自宅帰んねえから。俺が凶悪な刑事罰にね、凶悪犯で刑事罰に問われるようなことしてるんだったら自宅帰るわけないじゃん。そんなレベルの子だったら令状持って警察来るやん家に。逃げるつ、ね、逃げるっていうつもりがあるんだったら家帰んねえから。アホだよね。そうじゃないですか、しょうもないことで通報してるから。でも警察としては一回、ね、通報あったら来なきゃいけないっていう、ただ確認に来なきゃいけないってだけやん。超絶アホだよね。頭悪いな本当に、本当に頭悪いよね。てか逃げるなよじゃなくて、てめえが逃げんなよって話だよ。てめえが逃げんなよ。お前 YouTube さ、俺のね、あの誹謗中傷、俺に対する侮辱とか名誉毀損しといてさ、ね、串つけてさ、ね、串つけて特定されないのおめえが逃げてんだろ警察から。てめえ串つけねえでやってみろよ。お前が警察から逃げんだよマジで。あれだよ、あの侮辱と、俺に対する侮辱とか誹謗中傷を YouTube でねずっとやってて、であの串つけてるから特定できないのよ。あの海外サーバー経由でやってるから、
じゃあなんでそんなことやってんの。警察から逃れるためだよね。警察の捜査から逃れるためですよね。お前が逃げるなよ。悔しかったら口つけないで俺のね、今まで通り俺の誹謗中傷とかやってみろよ。口つけないでさ、え、お前が警察から逃げんね、うん、お前が警察から逃げてんだろ、バカじゃねえのマジで、うん、頭悪すぎだろ、うん、いやいや菜の花の匂いがすごいですね、うん、配信楽しい。癒されますこれ。この菜の花映してるだけなんですけど、桜咲いてないしね、まだ。マジ？え、マジ？もう多分太陽出てねえんだ。太陽が多分曇った。あ、ユニークパイソンさん、さくらもちゃです。あざす。リアとつい、まあ、巻き違いじゃなければいいっすよ、全然。あとさ、なんかすげえ、まあ、わざわざリアトツイとかわざわざ、まあ、一応許可取って、まあ、事前にねコメントとかで許可取る人はまあいいんだけど、なんかさ、たまにさリアトツとか勝手に来てさ、勝手に来てよ、うん、勝手に配信見てて、あ、ここいるんだって来てさ、でたまになんかこう映さないでくださいとか言う人とかさ、なんかめんどくさいなって俺思うのよ、わかる、うん、なんか自分で勝手に来といてさ、なんかこっちの画角がさ限定されるやん、調整しないといけないやん、なんで自分で勝手に来といて、な、何それみたいな、だったら来んなよって思わない、最初から。たまにそういう人いるからね。若干逆光じゃない、私のカメラが信頼すぎるかもね。しかもさ、別にさ動画だったらまだいいと思うんだけど、生配信じゃなく編集できるからさ、もう生配信ってもう編集できないから、一回乗っちゃったらもう無理じゃん、でそれでなんか俺のせいにされてもなんかもうめんどくさいじゃん、それわかる、うん、なんかそうしたらめんどくさいなって思う、めっちゃいい感じだもん、生配信だから一回映ったらもう どうにもなんないから、ね、本当だ、繊細、ほら見てみ、たまにそういうのめんどくせえなと思う、ほらゴミが取れてんじゃん、ゴミたちが映るからゴミ
見ろよ見ろよ。だからそういうことやってよかったら相手じゃない。そうだよ。本当だよ。まあ別に全然来てもらってもいいけど、まあ、仮に映ってもあの怒んないで、ね、自分から来てるんだから自分から来てるんだから、まあ、もし顔映さないでっていうんだったら別にね、一応事前に許可は取ってくれたから別にそこは配慮するけど、仮にね、まあ、その人間ってミスあるし別に映さないようにするけど、仮に映っても文句は言わないでください。それが納得できないんだったらもう来ない方がいい。あとあとなんかそれで自分のせいにされても困るからめんどくさいもん。まだ溶けない。溶けた。チンパンありがとう。でもチンパン嫌いだけどね別に。あ、遠く名の方だ。桜本です。溶けてきてる。待って入れ替わってるみたいな。なんか寒くなってきたな。てか来るって言ったら本当来んのって。俺ここいつまでいるか分かんないですよ。てか大体ここの場所分かんのかっていう。ひろゆきにスパチャしたの知ってるぞ。いや、したことないですけど。ひろゆきにスパチャしたこと一度もないですけど。怪しいの僕ね。え、まだ冷たい全然。だいたい今、なんかね、え、滑らか。ジャリジャリしてる。あー、寒いな。ジャリジャリしてる。手が冷たい。菜の花、そうですね、めっちゃ咲いてますね、寒い。さすがに突したいけど7時になる。いや7時はさすがに7時までいないかな。もうすでにやることないからね。夜景撮ってるから遠回りくないと写真撮ってるから。あ、大丈夫ですよ、はい、ここ撮ってるかな。あ、大丈夫です。悪いかなと思った。やばリスナーかと思ったわ。なんかこうスマホを立ててスマホスタンドみたいな感じでこうやってるから夜景撮ってるかと思って映ったら悪いかなみたいな感じで言われた。あ、内カメだったんで俺。あ、大丈夫ですよつって。すごいね、わざわざそんなの配慮してくれるっていうか。だから迷惑。いや迷惑じゃないでしょ、これぐらい。みんなだってなんかさっきから菜の花とかめっちゃ撮ってるからね。ちなみに外カメ映すとこんな感じっす。こんな感じ。
いやこんだけあの道の端っこでやってるし、道の端っこでねやって内カメで撮ってるだけだから、これで迷惑言われたらもうテレビ局とか何なんだろう、本当にマスゴミとかやばいよマスコミとかマジでやばいから。なんか野田総理のツイキャスで見たけどさ、なんだっけな、なんか誰かが なんだっけなカツーンのメンバーだったっけな、忘れたけど、な誰かがあの交流から出てくるときにマスゴミがさめちゃめちゃなんかもう路中してさ、ずらーってなんかマスゴミの車がなんか、ね、なんだ道路に並んでアホみたいにこうやってなんかもうみんな並んで道路閉鎖みたいなしてて、野田とか見るんで、いや普段見ないですけど、普段見ないけど、そのなんかさすがになんか人がなんかさあの交流から出てくるってなんか釈放される瞬間はちょっと気になるじゃないですか。でなんかテレビとかそういうのでもやってるけど、でもテレビだとさ裏側って見れないじゃん。でも野田総理って、はい、まあ、ネットの生配信ではやってるから、もうそうやってなんかマスコミのなんかそういうなんかもう路中とかのとことかもバーって映してて、うわー テレビの裏側ってこんなもんなんだみたいなすげえ迷惑なんだなって思って、だから自分もしていいと勘違い。いや別にだってさ、そのマスコミ、そういう今言ったマスコミみたいにずらーって並んでないからさ、ただポツンって一人でやってるだけなんで、ここあの道路の隅っこでポツンってやってるだけなんで、まあ、その配信見てた人は分かると思うけど、すごいよね、道路をマスコミだけでもなんかもう占拠してるようなレベル。上着はね、車の中にある。ちょっと寒くなってきましたね。C だとどの曲も生放送できないから生の野田無双、まあ確かにね、生放送のがなんかすげえリアル感とか、あとほんと決定的瞬間をリアルタイムで見れるからね、うん、変身しろよ若野郎。編集されないから生放送は、まあ、あとはほら自分たちにマイナスのとこって映さないじゃん。そう、いやそうやって車を路中してさ、あのすげえなんだちょっとなんか迷惑っぽい感じとか、まあ、そういうのって自分たちが叩かれるところだから、叩かれるような要素があるから、そこって映さないじゃないですかマスコミって。でも野田総理とかそういうのもお構いなしじゃんで忖度とかも別にしないし本当にもうリアルにこうなんかそういうところも全部さらけ出してるっていうか、うん、寒い。さっきリスナー来るとかしたら来ない、本当に来んの、あなたは何、あなたはバカなのでバカを認めましょう。ひろゆきってそんなこと言わないと思うよ。
そんなバカなこと言わんと思うよ。だってさ、バカがバカをバカにバカを認めろ言ってもだから何って感じじゃん。だから何って感じじゃないですか。そんなしょうもないこと言わないと思うけどな、多分。バカにお前バカ認めろよとかってさ、言ったところでその人が認めようが認めまいがだから何、その後なんかあんのみたいな。あ、桜の花出す匿名オーダー。寒い。どうしよう、もう来ないよねリスナーで。さっきのやつコメントもしないじゃん、しかも。そろそろ帰るかも。ここいてもなんかやることないと思う。てか寒い、普通に寒いから、寒いわ、もう帰ろうかな、寒いし。てかトイレ行きたいし。もう帰るか、もう来ないでしょ。さっきの旦那が来るとかなんとか言ってるし、コメントもしないもん。いや、そもそもさ、本当に来る気あったらさ、もうちょいさ、なんだろう、どこにいますかとか言うでしょ、うん、だってこんな、ここ画角的にここしか映してなかったらどこにいるかよくわかんないでしょ。本当に来る気あったらもうちょい聞いてくると思うんだよね、うん、トイレも行きたい。どうしよう、かき氷だけ買おうかな。でもなんかトイレ行きたいんだよな。でも寒いから、もうかき氷食いたいけど寒いからな。寒いからいいか、もう。もうちょい桜が咲いてからにしようかな。やばい、警察が来た、警察が来た、やばい、逃げるぞ、警察が来た、逃げるぞ、ちょっとめんどくさいから、警察が来た、逃げるぞ。巻いた、よし、巻いたぞ。林真澄かよ、マジで。林真澄かよ。犯罪思考、だって別に犯罪要素何もないっすけど。犯罪要素何一つないっすけど。だってさ、通報としてはさ、ただなんか配信してる人がいて他の人が映るとかなんとかっつね、通報してるだけでしょ。そしたら警察としてはさ、そんな通報あったらさ、なんかもうやめさせに行くみたいな、通報あったからしょうがないみたいな感じ。でも別にそれって何の罪にもなんないから、
もちろん逮捕もされなければ罰金刑とかね拘留されることもないし懲役になることもないし別に法的に何の問題もないんですよね。でもそれはさいちいち対応するのめんどくさいじゃん。なんかわざわざ職務質問みたいにされてさ10分15分ぐらい取られるし多分めんどくさいから、いやだってもし俺がじゃあさ犯罪してるって言うんだったらあの別に家に来ると思うんですけど俺家に帰るから。俺普通に家に帰るんで逃亡する気がないから家に帰るんですよ。わかります。そうじゃない、だってさ本当にさ俺がさ捕まるような犯罪をしてたらさ家に帰んなくない。だってもうみんな住所とか分かってんだから検索すら出てくるんだから俺の住所なんて。いや家には来ないよ、だって別に犯罪してないから。そんなねあれですよ、逮捕状持ってくると思うんですか、令状持ってくるんですか。じゃあ来るわけないだろ。じゃあ具体的に何罪になるのって話や、いちいち対応するのめんどくせえんだよ。疲れた。いやーまあ通報した人はねぜひ罪名まで言って警察に通報してほしいもんだね。俺が本当に犯罪を犯してんだったら住所だって分かってるんだから警察はきっと令状を持って俺ん家来るだろうからね。はい、僕が犯罪してるんだったらぜひ罪名を添えて証拠の動画を送って逮捕させてみてください。僕のことまあ無理でしょうけど。だって犯罪してないですから。まあそれよりもね串つけて僕のね侮辱とか名誉毀損やめてほしいですね。本当に YouTube でずっと言ってるみたいですけどやばくないですか。あの俺がねあの警察行って刑事告訴しようとしたんですよ、まあ、この話何回もしてるけど、でも相手がね串つけてねあの分かる、要するに海外サーバー経由してやってるから住所がそれ特定できないのよ。そう、だからあの、まあ、要するに警察に警察から逃げてるのどっちっていう話なんですよ。警察、まあ、それ犯罪の自覚があるからそれ口刺してるわけじゃん。警察逃げるなってこっちのセリフなんだけど、警察から逃げるなってマジでこっちのセリフなんだけど、トイレ行きたいな。
死って何ですか？だから要するにその特定されないように海外サーバー経由してやることですよ。それで何かしら投稿したりとか、住所が特定されないように海外サーバー経由でネットを利用することです。なんでかっていうと、俺の僕に対する侮辱とか名誉毀損やってるから、俺が警察に刑事告訴したら、なんでかっていうとそいつ捕まるからなんですよ。刑事罰受けるから。でそれから逃げるためにわざわざそんなことやってんの。もしだってそう思わなかったらわざわざその口刺す必要ないじゃんわざわざ口刺す必要ないっすから。それを分かった上で、だから犯罪から逃げるためにね、その口を刺すこと自体は犯罪じゃないけど、じゃあその口を刺す理由は犯罪から逃れるために、自分が犯罪をしててそれを特定して刑事罰を受けないために、つまりは犯罪から逃げるために、犯罪のね刑事罰から逃げるために口刺してるわけですから。よいしょ。警察に違法なことやってって言えば大丈夫。いや無理無理無理、けど特定できなかったら意味ないもん。あとね、別に殺人とかそういうレベルじゃないから、侮辱とか名誉毀損って正直弱いから。結構もちろん刑事罰で犯罪なんだけど、でもはっきり言って警察も本腰入れないんですよ。そんな殺人とかの次元じゃないから、はっきり言って対応クソ軽いんですよ。でそれでいて串も刺さってたら、まあもう対応してくれないよねっていう。俺ガチで警察行って何回も行ってるんですけど、結局対応してくんないんですよね。だからどっちにしろ住所特定できんから。あ、これ1番か。個人じゃ無理だよ、弁護士いないと。いや弁護士入れたところで多分ね、串刺してると無理だと思う。よいしょ。あ、小銭がない。マジか、小銭がないな。まあだから早い話が、例え話で言うと、ちょっと待ってね、例え話で言ったら、オレオレ詐欺してる人が、まあ、口座に振り込ませるやん。口座に振り込ませた時に自分の口座じゃなく違法に取得した他人の口座使うじゃないですか、振り込ませる口座。なんでかっていうと足がつかないようにするために。それとやってること一緒だからね。足がつかないように、犯罪の足がつかないようにやってるわけですから、オレオレ詐欺で自分の口座に振り込ませないようなやり方ですよ、要するに。よいしょよいしょ。いやね、その司法書士と会ったことあるって言われても、まあ、結局警察がそこまでやってくんないのよ。だから何回も言うけど、殺人とかじゃないんで。殺人とかだったらそんな小さな手がかりから本気になってね、本腰入れてやってくれるとは思うけど、そこそこね、殺人とかじゃないんで。侮辱とか名誉毀損なんて、もうそんな大して重く見てないんですよ、そもそも警察なんて。ちなみにこの133号もこれも侮辱なんですけどね、侮辱とか名誉毀損なんですけどね、僕のこと名指しで犯罪者とか言ってるから、これも侮辱罪に該当するんですけど、まあ、侮辱っていうか、まあ名誉毀損でもあるかな。
なんか勘違いしてる人多いけど、犯罪者に犯罪者って言ってもこれ名誉毀損とか侮辱になるからね、そもそもそんなこと言ってるやつが犯罪者っていう、いや相手の出方次第ですよマジで、犯罪者に犯罪者って言ってもこれ名誉毀損とか侮辱になるかな、それに気づいてないっていうね、えって何分かんない、いやこれ本当の話だからこれ本当の話よ、まあ、例えばふわっちの配信者って前科ある人とかいると思うけど、結構いると思うけど、その人たちにお前犯罪者かとかってね、まあだから要するにほらもう第三者が見れるそういうネット上で、まあ、ツイッターだったり配信のコメントでも何でもいいんだけど、第三者がたくさん見れるような状況で、あの言っただけでもこれ侮辱とか名誉毀損になるから、だ相手がその結局本気出してないだけで、あとまあ民事だったらね弁護士使えば多分いけると思うけど、相手特定できれば開示請求とかして、で開示請求が通ればねいけると思うんですけど、はっきり言って刑事だとね、警もう本当はそれでもいけるんだけど、警察がそれぐらいだと動かない可能性が高いので、でも警察が本気になって動いてくれたらそれでも普通に刑事罰もいけるし、そうですね、テレビは新聞やってるけど前回は犯罪者、まあ、あれはね、なんかね報道の自由とかなんかそういうのが生まれてくるから、だってあれはさ、あの報道の自由とかそういうもんですから、だってさ、こんなさ、あのツイッターとかさ、ツイッターとかあの配信のコメントで犯罪者がって言ったら、これって報道でも何でもないじゃん、その犯罪者に対する侮辱とか名誉毀損でしかないじゃん、報道でも何でもないんですよ、だから報道の自由ってのが適用されんから、そう、だから普通に相手の出方次第と、あとその警察とかが本気で動くかどうか、民事だったら多分いけますよ弁護士使えば、そしたら本当になるよこれガチだからね、だってこんなさ、こんなリスナーのコメントなんか報道でも何でもないじゃん、しかも明らかにさ、おい犯罪者みたいな感じでさコメントしたら、これって明らかに報道でも何でもないやん、明らかに侮辱とか名誉毀損やん、全く同じ言葉を用いても状況によって全然異なるからね例えばさ、ドラマの中で なんか差しこお前を殺すって言ったって、そんなのドラマの中の一シーンだから、殺害予告でその殺すっていうものに殺意が、あの殺意ってものがないから、あのそれが殺害予告とかならんけど、あのね、そんな言葉の意味だけをあの取ってもダメですよ、状況ですよ、状況も言葉と状況、これは犯罪のね成立要件っていうのがあって、そういうものをね、あの言葉と状況が合わさった時に犯罪として立証できるかできないかっていうのが変わってくるんで、どうしよう帰ろうかな、そんな話はどうでもいいんだけど帰ろうかな、いや帰るか、もう別にいてもやることないもんな、どうしよう、いやーどうしますかね、このタヌキ133号もこいつもだからもう犯罪者っすからねこいつもなんかもう犯罪者っすから、明らかもう侮辱名誉毀損っすからね、まあただ捕まってないだけの犯罪者に犯罪者言われても全然なんかいやいやいやって感じだけど、
帰りますか。本当ただ菜の花を見せただけやな。桜餅屋です。帰りますか、うん、よいしょ。こんな有名人が歩いてる誰も気づかないもん。いやたまに声かけられることあるけど、うん、でもまあ別に俺なんてそこまで有名でもないからね。知る人ぞ知るレベルだから、うん、そんな俺なんて多分知ってる人なんてそこまでいないでしょ、広い世界で見たら。たまに声かけられるけどね。よいしょ、うん、あ、そっか、てか小銭がないとかっつんで行ったんだっけ。うわ最悪だ、小銭がないんすよ。小銭しか使えないっていう、マジで。うわマジっすか。うわ、あ、匿名の方だっす、ニコだっす。桜のやつ、桜のなんだっけ、お酒みたいなやつ。うわどうしよう、札しかない。うわマジか、しかも千円札すらない、1万しかないの。どっかで崩さないと。そうだ忘れてた、だから俺どっか崩そうと思ったんだな。そういえばアカシアさんたちにちょっと名前が知れてる程度の YouTuber が芸能枠で電話したら事務所に入ってないから速攻切られた。あ、そうなんだ、なんじゃそりゃ。そんな回があったんだ、ちょっとした放送事故で。芸能枠でってどういうことよ。放送されないでスタッフが来た、まあ、それだけだと状況がよくわかんないですね。そもそもアカシアサンタの芸能枠っていうのがどういう感じで進行してたのかわかんないし、うん、ちょっとトイレとお金崩すわ、コンビニ行って。とりあえずちょっとトイレ、ちょっと待って。
トイレと、ちょっと一回枠切るか、トイレ行ってくるわ、あとお金下ろしてくる。まあ帰りの車載あるわ、ちょっとトイレ行ってからちょっと一回切ります。